はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ブレイブリーセカンド、前回の続きからやっていきたいと思います。ひとまず青宝箱の回収はちょっともう場所が忘れちゃったんでよくわからないんで、今回はジョブ集めをやっていこうと思います。まあ各地に散らばってるサブイベントですね、こちらを回収していきましょう。まず一番最初近いところから行くとシーフですね。シーフか赤魔導士かっていうところだったんで、今回はシーフイベントをやっていこうと思います。ここか。これまた最初から見ないといけないのかな。水をくれ。こいつらを見捨てることになるのか。こいつら記憶あんのかな。ご苦労様、ジャッカル。なんだ、見てのと。こういうイベントだったっけ。なんかもう忘れちゃったな。大したお。ああ、言ってたね、こういうこと。相変わらず。まあ砂漠だからな。イシタンタールでは。お。あいつが水。ちょっと変わってる。簡略化されてる。エンカウント率はなし。宮廷に乗った方が早いのか、歩いて行った方が早いのか。で、赤魔道士がいて水源玉を求めていると。ヘイディローザー。あ、そっか。おお、ディローザはここで。ねえ、どうして話を聞いてあげようじゃない。へいへい、大盛りと。話が早い、助かる。何度聞いても死。前に言った通りさ、ま、知ってたことはあれこれ。前に言ってたって、これ前の世界ってこと。いや、錬成に必要な。こっちもおね。もちろん。金持ちだな、准教授。やっぱり辛いな。クリスタルよりも安定し、ただし粘性時に非常に不安定になり、町一つをドリームエナジーを開発。ああ、ガラじゃ。なるほどね。大量の真水を生み出すという。いいのか。どうせ嗅ぎつけるんでしょ。それと、なるほど、物語変わってますね。ちょっとだけ話が早いのと、なんかみんな前世での記憶がある感じですね。で、こいつらは寝てると。そして、おっと、だから部外者が講義聞いていいのかよ。あれ、ユウは聞かないの。もう頭に入ってるとか。前と変わらず。ええ、じゃあディローザもさっき暴っ、まあ、さてどうする。これサクッと街から出れないのかな、ロマサガみたいに。あ、でも出口が2つあるからダメか。どっちの出口から出るか分かんないもんね。ただ相変わらずの行ったり来たりは発生しますね。いいか、ここら辺は一緒か。早っ。一つで終わった。熱心だね。そんなと水源玉につい、ほら石の細工。めっちゃ話早いな。ただあそこは行かないといけないのか。地下まで降りろってか。宝箱は回収してあんのか。一応レベル上げもあるんで、エンカウント率はマイナス50。でもさ、世界が違うなら宝箱復活しててもよくね。なんで宝箱は回収されたまんまなんだ。
どっちだっけ、このまま階段の方に突き進んでいけばいいんだっけ。敵だけ強くなってるって、あ、あそこに宝箱ある、青宝箱だっけあれ完全に忘れてんな。うおー強そうだ、これは強そうだ。シールドドラゴンって何、シールドドラゴンっぽいな。マグノリアの攻撃で通るのか、ビビるアイドルにしよう。ビビアはちょっと置いといて、ティズか、ティズそういえばバルキリーにしたからな、攻撃力がコツコツゲーディフェンスしてくるし、うわーダメだ通らない、いや一応通る。魔法でいけってか、弱点についてゼロってどういうことよ。こいつ何に弱いんだ、そうするとアイテムを使うかどうするか。ラしかないからな、ラしか、サンダラ、ブリザラ、ファイラ、サンダラにしよう。ユーターンラッシュいって、超減った、あーサンダラか、でも弱い、だいぶ当たらないな。あいた、死んだ、以前復活できるか、マイナス2だ、でもよし、ちょっとダメージ取るぞ、0 61物理攻撃かな、やっぱ通らない敵がめんどくさいな。ここにも青の宝箱があったか、罠とかほとんど見てないけど、よし、何が入ってる、夜市の弓、弓か、弓使いいないからな。確かトマホークで物理防御力を無効化する技があった気がするんだけど、一人それつけよっかな。あとか投げ、まあ、地図が出来上がってる分だけ楽ですね。旅人は相変わらずいるのか、この柔らか軍団だと助かるんだけど、イデアがさ戦力外だからな、攻撃に関しては。4を処刑、とりあえず下までもう1回くらい戦闘になるかならないかっていう感じかな。そうすると確か1回レベル上げしたからもう入手金額アップはつけてないんですよね。コムザブロー相変わらずだな、300円、高くなってる。まあ、300円なんて1回戦闘すりゃ余裕で手に入るけど、よしセーブしよう、ほいほいっと。お、弾が怒ってる、へえ、いただき、それがオアシス、まあどっちかにはまた肩入れするのか。素晴らしい、砂漠を越えて、何こてめえみてえに下水、そらこっちのセリフだ、ドリームエナジーのためにジャッカル、ただ求めね、お前には死んでもらおう。たった今水が飲めなくて困った、いいでや、ドリームエナジーさえあれば水など、なんだこら、だと
ここら辺はあんまり変わんねえな。シャキーン。どうしようか。選択肢は2つ。将来の富と安定を得られるか。オアシスを守る。ドリームエナジーか。どうする。どっちに話せ。おお、敵が出てきた。しかも連戦の予感って。もうこれはちょっとサクッといく。サクッと神々の怒りが大量にあるからな。マグノリアも神々の怒りを使おう。回復されたりして、じゃこのあれイデアが2人はデフォルト来てない。1500バナージー、よりによって連戦かよ。なぜ、おお、なんだこいつらは。神々の怒りで倒せるかな。来てない、食らえ。結構使ったな。完全に赤字だな。6000円の赤字だ。なんだって。そうだ、見捨てる。シーフのアスタリスクが手に入ります。これしかない。上等だ。野郎どもがいるのか。どっから出てくんだよ。え、1体だけ。どうせ3体くらいいるんでしょ。2体か。せっかく、ま、あ、砂漠の事件、砂漠の谷の。ちょっとかわいそうだね。神々の怒り使おう。でこいつはエビで対応する。ジャッカルの攻撃を無効化しよう。で月魔法で防御力を上げる。フィジカルガード、これ何でも全体化になってるからな。フィジカルガード。エビで対応する。え、ポーションパクられた。くらえ。エビで対応する。強い。無駄無駄無駄。いや、マジ強えな、これ。防御力完全にアップさせとこう。ティーズはデフォルトと。おうおうおう。エビで対応する。命を奪う。あ、これも反撃してくれるんだ。ポーションが盗まれた。神速攻撃いって、エビで対応する。いやー、いいねー。そろそろマグノリアを回復させないとまずいな。ケアルだ。あー、味方全体になってんだ。ティズでエクスポーションを使うか。そうするとケアルだ。あー、でも1000くらいは回復するか。あれ？エビで対応する。で月魔法で物理攻撃力上げよう。でデフォルトと。あ、今あいつ攻撃できねえじゃん。何やってんだ俺。劣化のウルフカナのいつものパターンで。じゃあマグノリアも攻撃に入るか。イデアはもう一回攻撃力アップ。ブレイブブレイブ。ああ、そうだ、こいつ変えたから同じものがついてる。なんて無駄なんだ。強えて。三刀流やめたんだ、そういえば。アビリティの関係で。よし、バイソンソン、ウルフハンズ。そうそう、フィジカルガードが切れそうだな。ガード。エビで対応する。無駄無駄無駄。うせん。無駄無駄無駄。強い。おっと。これは、攻撃力が強い、普通に。ケアルダで回復させよう。今あいつの BP がないんだ。いいな、攻撃で。そろそろ倒せんだろう。フィジカルアップじゃなくて、
あ、いいのか。あ、間違えた。おお。暗い暗い、ついてついて、つきまぐれ。ヒットポイントは高いな。いくつあるんだ。え、マジでいくつあるの。フィジカルガードもつけとくか。常に絶やさないように。息がけ8号、よしよしよし。息吹け持ってたんだ。おお、倒した。弱かった。エビで対応するが相変わらずだなこれ。イエーイ、シーフ。今さらシーフも微妙だよな。砂漠の民には悪いが、盗む。ハイポーション、今さらハイポーションもねえだろう。なんかすげえ武器とか持ってるやついいのかな。オアシスの水は。おお、みんなこっちに移住してこいよ。ドリームエナジーがあるんだから。そう、どうだドリームエナジー。忙しそうね。ええ、おかげでこうして設備の発注で。はい、そうなんです。聞いて。今日はドリームエナジーがもたらす抑止力と。聞いて。水を作れ、ドリームエナジーで。ディローザのやつが、そしてドリームエナジーの研究ができるようになったの。夢や理想を語るのでもね、決して。はい。おお、真面目だ。きっと。いえ。あの赤いおじさんはともかく楽しみにしてないよ。こいつ何個星？見る限り2つ星は見えるけど、左の方にもう1個星ついてるかな。3つ星かな。しょうがない、水ができるまで待っていてくれ。とりあえず寝よう。じゃあ次はなんだっけ、召喚士か。あれどこで発生してたんだっけ。森だっけ。いきなり森へ行けんのか。お、行けるな。ちょっと飛行船を出しましょう。おい、降りれない。ここだ。あ、よくよく考えればここも宝箱あった気がするな。全然あるじゃん。あ、あったあったあった、右にありますね。よしよしよし。なんだ、これ進めていけば自動的に青い宝箱も回収できるな。平時の実って、ロッドかよ。一応、月魔法の人が、うわー、またこいつらかー。とりあえず、ディアボロスは攻撃でいいだろう。で、問題はこいつなんだよな。どうしようかな。ちょっと一回、デフォルトで、フィジカルアップで攻撃力を上げよう。そっから攻撃しよう。おー、一発で殺された。どういうことだ。レイズで生き返らせて、味方全体なんだ、レイズも。ケアルだ。これ選べないのかな、全体にするのか全体にしないのか。こっちは通るな。若干通るようになったぞ。レイ、キャルだ。頼む。危ねえ。よし。これで、全然弱えや。全然倒せねえわ。あ、倒した。ヒットポイントはないのか。なんか前もそんなこと言った気がすんな。キャルだ。うおー、選べない。絶対全体化されてる。何でも全体化もちょっと考えものだな。
でも回復手段がなないからな、ちょっと白魔導士も早めに取っときたい気がしますね。ここって行っていいんだっけ。おいててててて、全然ダメじゃん。毒消し、おい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 と。いたいたいた、毒の沼地は避けていかないと。こいつらか。まず U でスペクターを倒して、マグノリアでスペクターを倒して、リディアはフィジカルアップで、キズはちょっと、おお、攻撃力アップするまで待つ。これ小さくね、スペクター100、死の宣告。まあ5ターンはかからないからな、どう考えても。で、リディアどうしよう。一応サンダラを一発撃っとくか。よし、当たる当たる、通る通る、ダメージが。ニューターンダッシュ、オッケー。攻撃力が強いな。ハイポーション、あ、でも、あ、いたいたいた、しまったしまったしまった、ちょっと一回出てから回復する。 OK、 エスナが全体化になってるはずだ、そういえば。 OK、 こういう時に役立つな。で、旅人のところへ行って、一応コテージで休もう。これも話が早いな、もう揉めてるところから始まりそうだから。今さら召喚魔法取ってもなっていうのがあるんだよね。ヘイ、おお、私は別に。そうだ、この子に師匠の手紙。あれ、手紙もうすでに持ってたんだ。剣の話を聞きに私のもとに。辛いを諦めずに歯をくか。あなたにはあなたと私の。イデアさん、早っ。連れて帰る。そうね、戻るぞ、職場に。じゃあ、やる気くん。まずは、無断、それが、剣。お前は剣の道じゃないけどね。はい、魔導士の道だけどね。何を言ってるの？納得がいくまでやってみ。でも、君は、まずは戻っ。はい。そうやって会社に帰る。私はゆる。いいだよ！彼を、私とここで醜い殴り。召喚師のアスタリスク。よーし。でもなんかサポートアビリティとかでいいのが手に入るかもしれない、召喚師は。やっぱりあなた。未来のために。アマテラス、部下は連れてるな。辛い過去な召喚師。神々の怒りで、でこいつは多分今回魔法だから馬の耳に念仏だな。で、魔法だからマジックガードだな。で、ティズは、神々の怒りで雑魚を減らすと。今の耳に念仏。ああ、攻撃してきたなんでやねん。そうです、あれ、なんでなんでこいつら攻撃してくる。いや、ただフィジカルアップ、懲りずに懲りずに行くぞ。あれ、あいたたたたた、反撃、混乱した。いやー、普通に攻撃してくるな。
どういうことなんだろうな。デフォルト。マグセンキーは死にそうだし。エクスポーション、エクスポーション。で、イデアも、ケアルだと。こっちはデフォルト。スサノオ、ここで使ってきたか。いってー。あんまり強くない。仕方ない。こいつで蘇らせるか。フェニックスの王。で、エクスポーション。月魔法で、ちょっともう一回マジックガードをかけとくか。で、回復と1700か。反撃。基本こいつ殴ってくかな。エビで対応するでいいや。3ターンに1回くらいの割合で多分、魔法使ってくるんだな。ほら、ほらほらほら、来たよこれ。4900。で、デフォルト。そろそろ、そろそろ馬の耳に念仏でいいんじゃない？また、またヒギをつけたまんまだった。全然学習してねえな、俺。まあいいや。ついてついてつきまくれ。ラッキーマン。スサノオほら来たよ。オッケー。6900。よし。これで全然いけるな。で、またエビで対応すると。そろそろフィジカルアップをつけるか。フィジカル、ああ。エビで対応する。ああ、召集してきた。まあいいや、ザコはちょっと、漆黒があるな、漆黒。30% 消費か。これ3回使うと 90% 消費すんな。死ぬ恐れがある。エクスポーションで隠しよう。で、こいつは一応エビで対応するで、フェアルダで全体回復をして、ティズはデフォルトでいいか。よしよしよし。エビ対、オンラインが一体。ほらほらパワーがない。エクスポーションで回復しての部屋出た。デフォルト。またエビデータイプでいいかな。このパターンでいこう。あー、ここでスサノオだったか。死ぬ。ケアルダだと回復が追いつかないっていうのがね。強い。攻撃力 175% だからな。あー、狙われなかった。よし、来た。くらえ。攻撃力が下がってるからな。劣化のウルフ。そろそろスサノオかな。マジックガードつけとこう。きたー。 OK。結構しぶといなこいつ。回復薬と補助薬が欲しいな。そうすると別で。また召集された。また漆黒の出番かな。そうすると漆黒2回。マグノリアはエビで対応する。ケアルダ。実はもうこれ雷の怒りでいいや。めんどくせえし。くらえ。くらえ。ああ、倒しちゃった。
ったいなかったな。また老子様。スレイマン様って誰だっけ、全然わからん。おお、いっぱい手に入れたアイテム、ケーキばっかり。召喚師、召喚は集めないといけないんだよね、めんどくさいことに。変な袋おじさんのところ行って、メフィリ、勝手に汗まみれで油まみれ。いや、それがお前のためだ。はい。え、なんかくれんの？僕にはもう。もしやアマテラスの情報？月日は流れて。あ、いいで。相変わらず全然へばって。鍛えられたか？ええ。僕が出した動力確保策のいくつかが研究に没頭できる役職ももらえたので、苦手な肉体労働は回る。出世したないきなり。風力に加え魔法や召喚の力の利用、自然から召喚魔法の研究が。おっと、次の。お、これ超めでたしめでたしじゃん。よかったじゃない、心なしか。そうだね、少なくても。おお、めでたしめでたし。神泉が全く出てこなかったけど、じゃあちょっと手に入れたジョブシーフと召喚師を見てみますか。シーフ、命を奪う、あ、これ単純にあれか、ドレインか。ブンドル、心を奪う、速度アップ、神速攻撃、これが強いんだな。 BP 値使うけど、むしり取る。アイテムの数2つか。巻き上げる、敵全体から 50% でアイテムを盗む。どんなアイテムを盗めるかっすよね。なんかめっちゃ強い剣とか盗めるんだったらやってもいいけど。召喚師、身代わり召喚、死んだら召喚か。でマジックパワー 20% アップ。マジックパワー点火って何？ああ、ダメージの 5% マジックパワーか。でもダメージを受けないといけないってことだからな。ピンチに召喚、瀕死になったら召喚か。召喚魔法強化、あー 1.5 倍の代わりに 1.5 倍。召喚ラッシュ。あー、なるほどね。まあ微妙だな。てか召喚魔法自体が多分微妙だからな。はい、というところでジョブを2つ手に入れたので、今回は終了して、また次回もジョブ集めをやっていきたいと思います。では今回はこれで終了します。